初等練士は年4回の検定試験によって実力を審査される。検定試験の科目には剣の実技試験、型の演武、新生術の実技試験と筆記試験がある。今から俺たちは剣の実技試験を受ける予定だ。剣の実技試験は入学試験と同じく型の演武と教官相手の試合によって審査される。Moin Moin und herzliches Willkommen zurück zu Let's Play Sword Art Online Assassination Lycoris. Ja, heute ist Prüfungstag und schauen wir mal, wie sich Kirito und Yuzio so schlagen. それがきっと今ユージオに一番必要なことだ。自信を持つことが。それじゃお互い頑張ろうぜ。うん。また後でね、キリト。おお、これはキリト初等練士。これから片割れとともに世にも神妙な型を披露するつもりか。Ich hoffe, du behältst deinen Arm noch, ne? Aus.神妙なのは仕方があるまい。何せ金霊持ちや田舎剣術使いの熊に仕込まれた技なのだ。だがこの学院には道家の役目も必要であるぞ。まさにそうですな。道家の剣を振るい、ハイノルキア流の神髄を学べぬとは哀れなことよ。検定試験はもうじき始まる。遅れると点がつかないぞ。平民ごときが我らに忠告か。不見も甚だしい。ウンデール、平民に礼節を教えようと無駄なことだ。それもそうですな。虫が一番だとは思うが、やはり気分のいいものじゃない。でも今切り替えないと。Der Schaden gegnerischer Angriffe kannst du durch Drücken von B mit einem Blockieren mindern. Ja, das haben wir schon. Okay. Phantomritter. Okay.Ich hab doch geblockt!Diese Phantomritter sind voll heftig. Verdammt, und ich. Er macht mir zwar keinen Schaden oder so. So, jetzt habe ich geblockt. Okay. So, müssen wir nochmal.Alter, hat der viel. Und es ist auch noch eine Zeit angegeben. Ich glaube es nicht. Verdammt. Ich kriege ja noch nicht mal die Hälfte um. Steh auf, Kirito! Verdammt! Och nö, jetzt habe ich mein Dings verloren. Mein Mana oder wie das auch heißt. Ich weiß es nicht. Das will ich, glaube ich, nicht gewinnen.
eigentlich ausweichen, oder? Komm, steh auf, Gerito. Oh cool, was war das denn gerade? Da habe ich glaube ich verkackt. Oh, jetzt dauert das wieder so lange zum Laden, das gibt's nicht. Da hätten die Entwickler sich mal ein bisschen was anderes einfallen lassen können. Ja gut, sie hatten Zeitdruck. Zum Teil auch wegen Corona und so, aber da hatten sie sogar eigentlich noch mehr Zeit. Aber naja. Kirito, Otsukaresama. Ich hab verloren. Yuji Okoso, ich juni da tana. Oreto Yuji Owa, Ken no Jitsugishkende, 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 Was passiert eigentlich, hätte ich den Ritter besiegt? Gaknen Saigo no Shinkyushkende, Juni Inai ni Haida Naito, Jokyushu Kenshi ni wa Narenai shi ne. Demo, Central Cathedral ni Tadoritsuku tame ni wa. もっと強くならなくちゃ気合を入れるのはいいけどプレッシャーのかけすぎは良くないぜプレッシャーそれって神聖語かいそうだよ神聖語で気を打ってことだようんそれもそうだねライオスは21ウンベールは22か嫌な奴らだけど立派なのは口だけだ放っておくに限るよそうだなま奴らの戦いを見ていないから何とも言えないけどなそれより明日は新生術の筆記試験だユージを頼む力を貸してくれまた一夜漬けで何とかする気なのもう仕方ないなキリトはまったく、なんで筆記なんてあるんだよ。Oh, ist das denn nicht Medina?
sah so aus, aber anscheinend doch nicht.神聖術の話をしたいんだけど、いいか。まあ、いいよ。神聖術っていうのはシステムコールから始まる式の組み合わせで発動する術式のことだよ。術式を唱えてエレメント、つまり素因を生成することによって使うことができるんだ。空間神聖力というのは 術式を使うために必要なものだよ。ストルスや月の光、大地の力などが空間神聖力になるんだ。つまり雨が降ったり夕方になったりすると使える空間神聖力の量が減るってことだよな。まあそうなるね。天候も戦闘に左右する場合があるってことか。覚えておこう。素因には酵素、 熱素、フウ素、糖素、水素、アン素、ゴウ素、小素があるよ。それぞれを素因として作り出して術式で解放することによって力を使うことができるんだよな。そうだよ。ただ注意しなくちゃいけないことがある。術式を詠唱しないと素因を生成できないし解放もできないってことだ。なるほど。じゃあ 式句をちゃんと覚えなくちゃいけないのか。俺英霊でも呪文の暗記苦手だったんだよな。覚えられるよ。そんなに長いものばかりじゃないし。俺は剣術専門で行きたいところだけど、ある程度使えないと話にならないよな。とはいえ、まずはジェネレートルミナスエレメントというふうに 素因生成の句を唱えられればいいと思うよ。そうして片手で5つずつの素因を生成できるみたいだから、一度に最大10個の素因を生成できるということになるね。なるほどな。そこから術式を発動させて素因を解き放つのか。そうだね。生成の後にバーストエレメントと唱えることで素因を解放することができるよ。他にも 素因を解放する術式はいくつかある。例えばフライストレートという術式。これは生成した素因を任意の方向に直射するものだ。まっすぐ飛ばしたいわけじゃないときは曲射の術式を使えばいい。その場合はフライベントと唱える。ちなみにそれらの術式の後に術式の発動を意味するディスチャージを唱えなくちゃいけないよ。 覚えることがいろいろと多そうだな。おや。それはそうだね。じゃあ頑張って一緒に暗記しようか。へえ。ありがとう。ユージオのおかげで復習できたぜ。本当？キリトがちゃんと暗記できてるか不安だから試験前はまた一緒に勉強しようね。 Eine Katze.
キリト、ちょっと付き合ってくれないか？頼みたいことがあるんだ。まあ、構わないぜ。こうしてアインクラッド流の剣を君から教えてもらうのは久しぶりだね。ああ、ユージオも俺もそば好きになってからは先輩と稽古していたもんな。でも次の検定試験のためにアインクラッド流の技も鍛えたいと思ったんだ。ゴルゴロッソ先輩が教えてくれた技は強端で、いざという時頼りになるけど、やっぱり僕の一番最初の師匠はキリトだからさ。そう言ってもらえるのは光栄だな。俺も実はずっとユージオと稽古したいって思ってたんだ。キリト、よろしく頼むよ。Na, magst du gehen? Alles klar. So, hast du Der Yu-Gi-Oh! Ist gut. Was? Ich hab wieder nur ein Zeitlimit? Das gibt es doch nicht. Jawohl. Ah, wir haben sogar nur Holzschwerter. Nein! Kirito! Wach auf! Nein! Ich bin dein Freund, Yu-Gi-Oh! Die brauchen immer, diese Sakralkünste brauchen immer ein bisschen. Und vielleicht schaffen wir das sogar. Ja, weiter, 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 weiter. Wir hatten noch über eine Minute Zeit. Haha, gewonnen. War schön. クラッド流の技は実践的だけど、使いこなすのは大変だね。そうか、だいぶつかめてたぜ。ユージオ、しばらく俺と稽古していないうちに上達したな。キリトから教えてもらった技はたくさんあるから、全部まんべんなく練習してるんだ。たくさんか。とはいえ、すべての技を教えられたわけじゃない。剣の優先度が低いために再現できない技がまだ多くある。優先度の高い剣、ユージオの青バラの剣クラスなら再現できるかもしれないけど、いや、借りて再現したところでどう説明する。それにキリト、やっぱり君は不思議だな。え？記憶をなくしたベクタの迷子として突然現れたのに、剣技についての記憶は全て覚えてる。きっと君の天職はどこかの剣士だ。わからない。何か事故にあったりしたのかも。それか衝撃を受けて忘れたのかもしれない。だとすれば、君の家族や友達は突然いなくなった君のことを心配して今も待っているかもしれないよ。ああ、そうかもしれない。ねえキリト、君はもし。なんだ。
うん、なんでもない。少し休んだらまた再会しよう。あ、そうしようか。Juhu, unser erstes Duell gewonnen. Oh Gott, jetzt kommt wieder so eine blöde lange Ladesequenz. Na komm, Autofokus, jawohl. あそこにいるのはメディナじゃないか。セーメディナの剣、なんて速さだ。これまで試合を終了とする。なかなかの立ち筋だったよ、メディナ・オルティナノス初等練士。ただし、まだ戦い方に荒が目立つな。精神を鍛え、今後さらに修練に励むように。はい、これからも精進します。すごいな、模擬的な剣術試合とはいえ教員相手に一歩も引かず、むしろ押していた。それでは、私はこれで失礼するよ。ありがとうございました。メディナ、本当にすごいな。お前か、何の用だ。悪いな、たまたま通りかかってさ、今の試合見させてもらってたんだ。そうか、それで。いや、メディナの剣の速さに驚いたよ。あのまま戦ったら勝てたかもしれないくらいだ。用がないなら私は行くぞ。相変わらずそっけないな。ちょっと待ってくれ。要件を作ればいいんだな。やはり何もないのではないか。あ、ちょっと待てよ。ねえ。猫。
メディナ、お前元気がないな。腹が減ってるのか。餌をやらないと。Nein, Kirito, das ist eine Katze. Sie ist hinterhältig. Guck, sie hat's begriffen. So, なのか。もしや知らなかったのか。いつだか野良犬に餌をやったことがあるような。俺知らない間に禁忌目録違反をしてたのか。Es ist eigentlich nicht so schlimm, dass Kirito die Tabubrüche macht. Sie werden von System nicht wirklich bemerkt, weil er hat kein Siegel im, ich glaube im linken Auge müsste das Siegel sein, im linken oder im rechten Auge. Haben die NPCs, haben sie hier so ein Siegel drin. Brechen sie das Tabu oder denken sie erstmal darüber nach, fängt das Siegel an. Bricht das Siegel, dann... いや、知ってたよ、もちろん。ま、お前が禁忌目録違反で捕まろうが、私にはどうでもいいことだ。ともかく、この猫には悪いが、私たちにはどうすることもできん。メディナ、もしかして、この猫を助けてやりたいのか。私の気持ちなど関係ない。無理なものは無理、それだけだ。まだ諦めるのは早いぜ。俺にいい考えがあるんだ。なんだと？野良猫に餌を与えるのが禁忌目録違反なんだったら、メディナがその猫を飼っちゃえばいいんだよ。私がこの猫？そうすればその猫は野良猫じゃなくて劣気とした飼い猫になるだろ。まさか飼い主が飼い猫に餌をやるのは禁忌目録に抵触しないよな。するはずがないだろう。それでは牧畜が成立しないではないか。ああ、だからメディナが飼うと宣言すればいい。そうすればこの猫は飢え死にせずに済むだろう。私がこの子を飼って毎日餌をあげれば。撫でてもいいか。なあ。メディナの口調が柔らかくなった。ごめんね、今は餌を持ってないの。部屋に戻って食べられそうなものを探してくるから。餌ならあるぜ。干し肉だ。これなら猫も食べられるだろ。ありがたく受け取っておくが、お前はなぜいつも干し肉を持ち歩いているのだ。Weil es Essen ist. Von Notwille, genau. でもメディナもこんな顔ができるんだと分かってちょっと安心したな。さてと、それじゃあネストの生成から練習しようか。ああ、ジェネレートサーマルエレメント。お、ちゃんと生成できた。よし、僕もやってみるね。ジェネレートサーマルエレメント。ユージオもできたな。うん、こうやって生成した後は何らかの方法で解放して放てばいいんだよな。うん、まずは普通のフォームエレメント、アローシェイプ、フライストレート、ディスチャージ。あれ、矢の形になれって言ったのにならずに飛んでいったぞ。当たり前だよ、
だってそれは上位の技だって教科書に書いてあったじゃないか。そうだけどさ、やってみたらできるかと思ったんだよ。忘れちゃったのかい？先生からちゃんと修練を積んで熟練度が上がらないと技は使えないって言われただろ。そうだ、新生術にはシステムコントロール権限、新生術行使権限という数値が設定されてるんだな。ああそうか、つまり新生術も修練を積まないと使える技が限られてくるってことか。ああそうだよ、まったく忘れっぽいんだから。それに誰かさんは闘争の生成が苦手だったからちょっと心配だな。まあまあそれはだな。でも僕がその分を補えば大丈夫かな。補ってくれるのか。相棒だから苦手な部分を助け合うのは当然だろ。それは頼もしいな、ユージは。よし、それでは闘争生成はユージオ君にお任せしようか。あ、でも新生術の実技試験を最初から投げるのはなしだよ。うん、そうだったな。仕方ない、俺も頑張って新生術行使権限をできる限り上げることにしよう。そして新生術の授業が終わった後、先生に用事を頼まれたユージオと俺は一旦別行動を取ることに。リーナ先輩。So, und ich würde sagen, hier setzen wir erstmal eine Karte. Ich danke euch fürs Reinschalten. Ihr könnt gerne ein Abo und einen Kommentar lassen. Wir sehen uns im nächsten Part wieder. Bis dann.